はい、マッシーでございます、えー。今回はですね、FM 放送黄金時代ということで、一本動画を撮ってみたいと思います。私と同じ世代の方には、懐かしいなぁなんて思いながら見ていただければ幸いです。そしてもう少しお若い世代の方には、ああ、そんな時代があったのか、だからあの世代は音楽に対する執着心が強いのか、なんて思っていただければ幸いでございます。 実はですね、ヤフオクで、この懐かしい FM 雑誌ですね、これ、あの3つをですね同時に購入しました。全部ですね、これ1979年なんでございます。えー、こちらが FM ファンでございます。共同通信社、1966年の創刊、2001年休刊、一番古くてですね、一番最後まで頑張った FM 誌でございます。 えー、次がこの週刊 FM。音楽の友者ですね。今月刊ステレオを出している出版社でございます。1971年の創刊。1991年に休刊でございます。えー、そしてこちらが FM レコパル。こちらはご存知小学館でございます。この時代ですね、大手の出版社もオーディオが商売になるぞっていうことで、この FM 誌を出していたわけでございます。1974年の創刊。 1995年に休刊しています。実はですね。この後にもう一種ですね。大判の b4。鈴木英人さんのイラストを多用した。 FM ステーション、FMC もありました。ダイヤモンド社ですね。こちらはですね、1981年創刊で、1998年に休刊ですね。実はですね、この FM ステーションが最終的に発行部数でですね、この先行三集を抜いたんだそうでございます、えー。学生時代ですね、音楽好きやオーディオ好きであれば、この f m 三集のうちのどれかをですね、えー、立ち読みしたり、買ったりして購読していたのであります。なぜこういった FMC が売れていたのか。 この時代ですね、お気に入りの音楽をです、ね、手に入れるためにはですね、苦労があったのであります。レコードをですね、買えばいいわけですけども、レコードは高いです。まあ2000円から3000円ぐらいするわけです。なかなか早々は買えません。そこで好きなミュージシャンの FM 放送を聞いて、それをですね、なんとか綺麗にカセットテープに録音して自分のものにしようとしたわけでございます。FM エアチェックと呼んでおりました。 自宅でタイミングよくポーズボタンを操作して楽曲だけを綺麗に録音しようと思ってみんな頑張ったわけです。留守の時はですね、タイマーを使ってまで録音して自分のものにしようとしていたのであります。FM チューナーとカセットデッキだけあれば、まあこれができますんで、レコードを買うのに比べて圧倒的に安かったわけです。カセットテープ台だけでよかったそこでですね、FM 放送の番組表に価値があったわけです。もちろんですね、新聞にも FM の番組表欄っていうのはありました。 でもですね、圧倒的にその情報量が少なかったわけであります。よってですね、見やすい番組表と、それからカセットテープをですね、かっこよく仕上げるためのカセットレーベルですね。それから、あとはまあ音楽の情報、そしてオーディオの情報。これを求めて皆さん FMC を買ったわけでございます。この当時ですね、東京で聴ける FM 曲は NHKFM と FM 東京の2曲だけです。このたった2曲のためにですね、 えー、わざわざ2週間に1回ですね FMC を買っていたのでありますちなみにですね JWM の放送開始は、えー、1988年かなり後だったわけです皮肉なことに私は FM がですね、えー、多極化してからはこういった FMC を買ったことはありません多分ですねレ,レコードとか CD が自分で買えるようになってだんだん録音したりすることがなくなったんだと思いますカセットテープもですねだんだんと廃れていきました、えー、私は週刊 FM 派でした、えー、週刊 FM からちょっと見てみます 表紙はこれエルトン・ジョンですかね。広告なんかもですね、こう見ていきますと、ヤマハのスピーカーとかプレイヤーの広告もありますけども、えー、やはりですね、主流となるのはですね、なんといってもですね、こういうあのカセットテープなんですね。カセットテープの広告が多いです。まあ、アンプもありますけどね。はい、こちらも TDK のコマ広告でございます。それからこれがですね、オリジナルのカセットレーベルですね。 これがあの欲しかったんですね。みんな綺麗にカセットテープ仕上げるために。周回編はこんな感じのオリジナルのカセットレベルが付いておりました。TDK マイルスが登場している広告でございます。はい。赤いのオープンデッキとカセットデッキの広告なんかもあります。1979年っていうと、ソニーはこの L カセットの広告なんかがありますね。カセットに変わる。 音質の良さでこれが標準規格になるかと思いましたけど、残念ながらなりませんでした。L カセットでございます。たまたまですね、買ったこの千九百七十九年の週刊 FM で長岡哲夫さんがこのテクニクスの SP10Mk2 用の積層ご飯のプレイヤーのキャビネットを自作しております。たまたまこれ当たりましたね。この時に作ったものを長く愛用されたんじゃないかと思います。 こんなやつですね、えー、週刊 FM の番組表はこんな感じでございましたあの週刊 FM 紙質が良かったんですよねそれで僕週刊 FM 派だったんじゃないかっていう気がいたします最後のページは、えー、ラジカセでございますステレオのラジカセシャープですねさあそしてこちら FM ファンはですね中島みゆきさんが新しいアルバムを出したようでそれが表紙になっております、えー、こちらが関西版のようでございます えー、プレイヤーの広告があって、えー、プレイヤーアンプスピーカーなんかの広告ありますけども、えー、こちらがですねこの FM ファンの看板記事だった長岡哲夫さんのダイナミックテストですね音響のスピーカーとかヤマハのカートリッジノイズリダクションのシステムとか、まあ、スタビライザーとかいろんな、えー、あヤマハのカセットデッキはまだ K1 の時代ですね まだカウンターがですね、これ機械式だったんですね。スピーカーの広告なんかもあります。チューナーですね。さあ、それからやっぱりですね、このカセットテープの広告は多いんであります。TDK。懐かしいですね。 この辺もですね、カセットテープの広告、カセットデッキ、カセットテープ、こういった広告がすごく多いですね。オレックスのアドレスとカセットデッキ。デノンも電音の時代ですけども、カセットテープを広告しております。さあ、これも、FM ファンもですね、このやはりこのカセットレーベル、FM ファンはこんな感じでしたね。これを切り抜いて、カセットテープに入れるわけです。 さあ、そしてですね、この番組表です、えー。番組表がですね、この書き込みがあるんですね。これがまた当時をですね、えー、彷彿とさせて面白いですね、えー。この方、いろんなのにですね、書き込みを入れています。録音しようと思ったんですね、きっと。映画音楽の特集、朝のポップスとか、昼の歌謡曲、ポリスに線が入ってます。クロスオーバーイレブン。書き込みだらけでございます。 一生懸命エアチェックしようと思って狙っていたんじゃないかと思います。書き込みいっぱいの番組表でございます。えー、そして後ろの表紙は山水のアンプ D607 でございます。こちらがこの FM ファンでございます。さあ、そしてラストはですね、この小学館の FM レコパール。このとてもですね、あの、ユニークなこの、えー、外国人のイラストだったみたいですね。これ、表紙が面白かったこの FM レコパールです。これもやっぱりヤマハのカセットデッキから始まります。 こちらはですね、この特集が面白いんですね。えー、なんとこの特集ですね、このハルミでやってた頃、晴海の国際見本市会場でやってた頃のオーディオフェアが緊急レポートでなっております。FM レコパルはちょっとこうですね、難パなところもありましたんで、このコンパニオンさんの特集なんかもやったりしています。懐かしいですね。オーディオフェアが晴海でやっていた時代でございます。 t、えー、ア a クのカセットデッキの広告なんかがあります。さあ、そして。 このですね、新製品レポートと称して、読者の方をですね、編集部に呼んで、この新製品をレポートしてもらってるんですけども、これ呼ばれてるのはですね、あの、二十歳の方と21歳の方ですね、それが呼ばれて、オーレックスのですね、コントロールアンプ、えー、長岡さんが絶賛したこのコントロールアンプをですね、レポートしたりしてまあ、おませな時代ですよね、これ。電音の、このセパレートアンプのレポートで呼ばれたのは、なんと18歳ですからね、二人。本当におませな時代でございます。 オーディオマニアっていうのは昔は若かったんでございます。ソニーのカセットテープ。赤いのカセットデッキ。オープンデッキ。まあ、広告も充実でございます。それからまた書き込みを発見でございます。この方、ソニーのですね、このカセットデッキ買おうと思ってたんですかね。この丸がついております。当時の熱い思いがですね、わかりますね。書き込みでございます。さあ、それから面白いのは。 カセットデッキのですね、広告が満載でございます。カセットデッキ、ヘッドホン。これもカセットデッキ、ビクターですね。えー、そして、この FM レコパルの番組表にも、やはりこの方、書き込みがございます。朝のポップス、軽音楽をあなたに録音しようと思ったんでしょうね。えー、しっかりですね、こう丸がついてて書き込んであるんでございます。当時の熱い思いが伝わるんじゃないかと思います。甲斐義弘さんのサウンドストリートにも丸がついてます。リンたロンんスタトにも丸がついてます。 朝のポップス当時の思いが伝わりますね、えー、マイラブリーポップス高橋素子さんは吉田拓郎の特集のようでございますレコパルの番組表も見やすいですね裏拍子はやっぱり山水ですねスピーカーが載っておりましたこちらが FM レコパルでございますさあ以上 FM 放送が扱かった時代ということで今回はお届けしてきました 時代はその後 CD に、そしてネットワークオーディオへ、すっかり変わってきております。それでもですね、いい音楽と向き合って、いい音で聴きたくて悪戦苦闘する、これは今も共通かと思います。この趣味のオーディオの魅力をこれからもお伝えしていきたいと思っております。今日もいい音楽をいい音で、マッシーでした。